じゃあ次。ですね。テレタ、これはテレサテンさんの愛人を、これ耳コピーしました。で、これ曲をですね、最初はバイオリンで弾いて、主旋律の部分ですね。で、後半は伴奏付きで、バイオリンで伴奏しながら実際に歌詞を歌っています。この曲って本当に歌詞、詞も素晴らしいんですね。曲だけじゃなくて、その詞も非常にその女性のね、気持ちをこう伝える非常にいい曲なんで、ちょっといきましょう。いきます。です。ちょっとキーがちょっと高いんで、ちょっとですね、ちょっと1オクターブ下で歌いますね。見つめて寄り添って
て、そして抱きしめて、この輪はあなたの胸で揺らした。曲ですね。なんかこう、もう曲も旋律のように素晴らしいし、この詩ですね、この作ったこの詩、作詞家の能力っていうのはよくこんないい、すごいですね、この詩も、この詩もすごいですね。はい、以上です。